YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。見てください、これ。音質なんですけど、これまだね、使ってはいないんですけど、一応ね、こういう感じで、準備し始めました、つうことですね。つうことで、皆さんは、冬支度、準備されましたか？つうことで、今回はね、私ね、今イビペレを使ってるんですけど、これね、こっちのマットのタイプ、針葉樹じゃなくて広葉樹の埋め込みマットを今回注文したんで、それを紹介したいと思います。裏番台太郎丸のタブクワ動画。ということで、早速開けてみたいと思います。よし、定期入れるだけ中心が一応6袋買いましたって思いますね。おいおい、おー、これいいじゃん。こんな感じのマットなんですね。ほら、これいいわ。ほら、これいいなぁ。今までね、針葉樹しか使ってなかったんですけど、ちょっとね、今回から使っていきたいと思います。2、どこっちだ、3、4、5、6と6袋入ってますね。これでいくらだっけ、2000円ちょっとだと思ったんですね。もんちゃん、どうした？ん？怒らっちゃうと思って逃げてたな。おいで。おいで、怒ってねえ。なんだ。怒ってねえ。はい。やん。もん。なんか変な声出したぞ、今。うん。つうことで、早速ね、今からこれ、ちょっと一袋開けて、実際にね、ケースの中に入れてどんな感じなのかちょっと使っていきたいと思います。どんな感じなのか。あー、やべ、床にこぼした。あー、でもどうどうどう、匂いがね、紅葉樹っぽい匂いじゃねえな。なんだろう、この匂い。こんな感じなんだ。こんな感じっすね。匂いはやっぱいつもの匂いっていうんですかね、マットの。あ、これはいいな。大桑ちゃん喜ぶわ、これ。こんな感じですね。ちょっとね、早速ね、大桑ちゃんのケースいっぱいあるんで、ちょっとこいつに交換していきたいと思います。
うん、いい感じで潜っていくね。うん、ということで今回は針葉樹のマットを使ってたんですけど、越冬の準備ということで一応広葉樹マットにしてみたっつう動画になりますね。外国産の方はね、引き続きイビペレの方を使って、あれですね、温室の方に入れて管理 していきたいと思います。ということで最後までご清聴ありがとうございました。裏磐梯太郎丸の株価はどう。